はい皆さんこんにちは、えー、日本語教育能力検定試験の過去問解説です令和5年度試験3問題2問1、えー、1グループ同士の可能形に関する問題ですね、えー、まあ,あの日本語教育では同士をですね1グループ同士2グループ同士3グループ同士って分けますけれどもまあそれをですね、えー、こう活用させた時にどうなるかということです ちなみに1グループ同士っていうのは5段活用同士2グループ同士っていうのは1段活用同士3グループ同士っていうのは、えー、作業変革活用家業変革活用まあするとか来るですね、えー、が該当します。はい、で1グループ同士の可能形ですね可能形はいもう可能形ときたらもううんなんていうかね知っておかないといけないことがまあいくつかあるのでまあそれを先に説明しますね。えー、まず皆さん 皆さん「可能」形っていうのねご存知でしょうか、えー、可能を表す助動詞っていうのがあるんですけれどもそれが「レル」ですね「レル」レル「レル」「レル」はですね受け身尊敬・自発可能の4つの意味を表します受け身尊敬・自発可能ですね受け身尊敬・自発可能まあ助動詞にはですねこういう「レル」「ラレル」みたいに助動詞の意味がですね いくつかあるものがあるんですけど、えー、こういうのを覚えるときは必ずこの順番で覚えてください。この順番ね、順番が大事ですからね。あのどういう順番でもいいやって覚えてると一生覚えりません。受け身尊敬自発可能この順番で覚えてください。はいで受け身尊敬自発可能なんですね。だから飲むプラスれる飲まれるっていうのはですね、受け身尊敬自発可能のまあ、どの意味でも成立するということですね。例えば飲まれる受け身いいですね。えー、お兄ちゃんに 「せっかく買ってきた、えー、コーラを飲まれた」の「飲まれた」でもいいですし「えー、尊敬」えー「先生がコーヒーを飲まれました」えー、の「レール」でもいいですし、まあ、自発はあんまりないかな自発はね「思われる」とかね、えー、そのように「思われます」とかね「えーまあ、思う」が「思う」の「レール」思「思われる」っていうのがメインなのでまあ 自然と自然発生的に飲むという現象が起きるってことはあんまないので、まあ、この飲まれるに関しては自発っていうのはあんまりないですね。でそれから飲まれる飲むことができるという意味での飲まれるっていうのもあります。というのもあります。ただただですねこの可能のレルに関してはこっちの飲めるというのを使うのが一般的になっております。でこの飲めるって何かというと飲むプラス L なんですね L です。L 飲みてる飲みえ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 る飲める飲める飲すわ飲です飲だか飲飲むプ飲ス L 飲と飲み L 飲める飲める飲める飲み L 飲みる飲みる飲み L 飲みる飲み L 飲みる飲み L 飲みる飲め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 る飲み L 飲飲み L 飲める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 飲飲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  で可能動詞はですね、あの動詞の問題でまあよく出るんですけど、なぜかというと可能動詞ってね、1グループ動詞にしかないんですね。2グループ動詞、3グループ動詞にはないんですね。なんでないんでしょうか。なんでないかというと、もともの成立のえっ、ー、と原因がノン,ノンプラス L なんですね。例えばこの2グループ動詞、例えば食べるにしましょうか。食べるだと、食べ… ルにエルがつくと食べる食べえるなんですよ食べえる食べえる,食べえるって言いにくいでしょ食べえる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 になっちゃうから。とか、えー、と見,見る見るもそうですね2グループ同士見る見える見えるになっちゃうとあの見,見えるっていうのはでにありますからねだから、えー、見えると見えるの見えるがこの一緒になっちゃうからだから2グループ同士のね2グループ同士プラスエルの可能形っていうのはね あの成立しなかったんですね。ということで、えっ、ー、と飲むプラス l で飲みえる。この飲めるっていう可能。動詞は1グループだけ存在しますね。で、だから2グループ同士に可能動詞ないんですよ。だから2グループ同士で可能形を言おうと思ったら、このれるられるですね。れるられるをつけないといけない。 だから、えー、見るさっきの「まあ、食べる」だったら「食べる」に「られる」をつけて食べられるとか「見る」に「られる」をつけて「見られる」ってしないといけないということですね。だからこの1グループにしかあの可能同士がないっていうのがこのバランスが悪いのでそのバランサーとして登場したのが抜抜きき言言葉葉ですねら抜き言葉、えー、さっきの「食べられる」から「えー、ら」を通って「食べれる」。 つまりこの飲み「飲む」が「得る」か「飲み得る」になった「飲める」っていうのがこれを一見するとですね「飲める」「飲める」ですね「飲める」でこの見るとこの「飲まれる」このもともと「飲まれる」なんですね「飲まれる」が「飲める」になったのでこの「ら」がね「ら」が抜けたように見えるので「らをぬ」らを抜けば可能同士になるっていうふうに考えちゃってそうすると「見られる」からを「見」を取って「見れる」とかね「切られる」から「 「ら」を取って「切れる」っていうふうに「ら抜き言葉の」あの可能を表す「ら抜き言葉」っていうのがね成立したんですけれどもよくよく考えるとっていうか、まあ、元をたどると「あの飲みえる」から「飲める」になったので「ら」を抜くっていう行為はね全くないんですね。ただ飲飲飲飲むから飲めるあ飲まれるかららめめるるるるまれを見ると こっからねこっからこういうふうに進化したって考えるとまあ「ら」を抜いてるまあ「ら」レだラ r、ですね「r の音をね抜いてるのかなって思えるんですけど「飲まれる」が飲めるになったわけじゃないですかね「飲みえる」が飲めるになったわけなので別にラ「ら」は関係ないんですよ。「ら」は関係ないんですけれどもなんかこの「飲まれる」が飲めるになったのが可能同士っていうふうに考えちゃったせいであのー「 見見られるが見れるとか切られれれれるるるるがががとか切切いうねあのら抜きき言葉ができてしまったとということですただ「ら抜き言葉」ができるとですね1グループにあったああの可能動詞は1グループだけにしかないんですけれども2グループにその「ら抜き言葉」があると2グループにも可能動詞ができる「ら抜き系の可能動詞ができるということになるのでバランス的には、ね、ちょうどよくなるんですね。だからまあ「ら抜き言葉」は別にそんな悪いことではないあの動詞の体系的に言うと全然悪くはないです。 はい、ただ飲まれるが飲めるになったわけじゃないですから、ね、飲みえるが飲めるになったわけなので、そこを注意していただきたい。で、えっと、この問題はですね、えっと、この可能形が辞書形から可能形にどうするかっていう問題なんですけれども。一グループ同士はすでに言ってますように、えっと、子音語感同士です。子音語感同士。のむ。の、のむは、のむ。のむじゃなくて、のむ。うなんですね。のむ。う。んう。う。です。の。う。ですね。だから、一グループ同士のこのご。 えと活用語尾っていうのは実はねかなでは表せませんローマ字じゃないローマ字を使わないとねあのアルファベットを使わないと、えー、表せないんですねで「のんう」「のえっが「のめる」ノはノエル「のムえる」「のムえる」ですね「のムえる」ノムエル「のルえる」はい「える」ですこれ、ね「える」が「える」が「ついたのんう」ノがノエル「のムえる」「える」にあったということで「う」が「える」にあったということで「ウエルとうで」ウが「える」になった3番が正解ということですはい。 はい解説は以上です。